こんにちは、まーです。グラ様やっていきたいと思います。3日ぶりの動画になってしまってすいません。ライブはね、一応毎日やってるんですけど、こうやって動画として、ね、残すのはかなり久々です。はい、ということで、ちょっとね、もうね、時間がなくって、今日なんですけど、新しい紋章級に挑戦するっていうライブをやろうと思ってるんですけど、今この動画撮ってるのが8時53分なんですよ。で、これを、いつ上げるのかわかんないんですけど、いや、すぐ上げるつもりなんですけど、多分生配信はこの動画が上がった、あと、10時過ぎぐらいから始めれると思います。で、今日もそんな長くはしません。で、最近ね、いつも1時間ぐらいやってたのに、私の都合でね、20分はないか、3、40分とかにちょっと短くなっちゃってるんですけど、本当にすいません。やっぱ結構ね、もう終わりとか、言っていただくのはすごい嬉しいんですけど、今ちょっと、3、40分が精一杯というか、そんな感じなので大変申し訳ないんですけど、ご了承ください。で、一応明日金曜日だよね。明日の夜はできる、1時間全然できるけど、明日はね、消滅都市をやろうと思ってます。で、土曜日は夜ちょっと用事があるので、昼に、どうしようかな、昼に YouTube ライブしてみようかな。それはグラ様にしようかな、じゃあ。で、日曜日は、日曜日どうする？わかんない。まだ昼か夜か決めてない。何をやるかも決めてないけど、そんな感じで。はい。予定してます。で、日曜日17日で毎日生配信は終わり。で、また、定期的にね、やるので。毎日じゃないけど、やります、定期的に。はい、ということで、あと何言おうと思ったんだっけな。そうで、今昨日のね、生配信見てくれた方は分かると思うんですけども、ロゼッタちゃんを無事に引きました。まだね、ちょっと何も調してないので、これですね。はーい、いやー、びっくりだよね、私の引きで。今ツイッターでロゼッタちゃんの新装備とアッシュの新装備どっちがいいかなっていう風にちょっとアンケート取らせてもらってるので、もしよかったらね、皆さんも答えていただけたら嬉しいなと思います。もともとはアッシュの新装備を交換する気満々で今回のガチャめっちゃ引こうとしてたんですけど、まさかのね、ロゼッタちゃんが来ちゃったって言い方あれだね、来てくれたので、新装備めちゃめちゃ悩んでるので、この YouTube のコメント欄でもいいので、ぜひアドバイスお願いします。はい、ということで早速ね、はい、これを最初にするのやめてくれっていうのをすごい Twitter で見ました。やっぱこのこっち押しかけるよね、いつもみたいにペッて、ああコンペあるんだったみたいな感じになるので、これはね、改良した方がいいんじゃないかなと私も思いました。はい、じゃあ行きます。てい、ちょっとね、早口ですいません。私の才能は天井知らず、いざ行かん、さらなる高みへ。はい、ということでね、今私音聞いてないんですけども、覚醒ロゼッタちゃんやったね。ただちょっとね、癖が強いんだよね、このマギアドライブ。新装備ありきすぎて、なんか露骨に新装備取れよっていう感じ、今回のきらめきめっちゃ回せよって感じが出てて、私は逆に持たしたくないなって思ってる。超ひねくれてるけどね。はい、ということで、ロゼッタちゃん無事覚醒できました。で、次はね、サンストンちゃんを予定してるんですけども、素材間に合ってるかな？
や、これほんとうざいね。あ、間に合ってるね。OK です。って感じでね、また覚醒ラッシュがちょっと再来してるかなと。お、これもあんじゃん。って感じです。待って、守りちゃんは？守りちゃんはないよね。あとこれか。いや、ほんとこれ邪魔だね。これ邪魔だわ。これめんどくさい、スワイプ。はい、ということでね、またまた、ガじゃないわ。覚醒ラッシュの予感がしてるので、よかったらね、これからも引き続き動画見てくれたら嬉しいです。じゃあ、この後ライブで会いましょう。お疲れ様です。お疲れ様ですじゃないわ。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と Twitter のフォローよろしくお願いします。